やっていきましょう。今回やっていくのはこちら。クターのダルマ落とし。ダルマ落とし。まあね、普通の人ならこのゲームをやらないだろう。なんとなく面白くなそうな気配がある。けどね、俺ぐらいの、アザラシぐらいのクターをやってきた、クターのスペシャリストともなれば、クターソムリエともなれば、このゲームはきっと神ゲーであるということを、なんとなくそんな予感がある。一応、説明文読んでおきましょうか。説明文。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、けん玉やけんけんぱなど、昔ながらの遊びも大好きな驚異の無表情キャラクター。外に出るのがちょっぴり憂鬱なとても寒い日は、自宅でじっくりだるま落としだ。ハンマーでだるまが崩れないように間の部分を打ち飛ばし、一番上と一番下をくっつけて、クターだるまを完成させよう。だるまが崩れてしまったり、ハンマーで一番上のだるまに触ってしまうとゲームオーバーだと。そういうことらしいですね。一般的なだるま落としの説明をされている。ハンマーの上でマウスをクリックするとハンマーを持つ。まあいいや、これの説明はまあいいや。やってみよう。とりあえずやってみよう。ランキング、一番上、村上亮太、2.8セック。セカンド。これ時間で競う系っぽいね。そして、この分布はなんだ？不穏だな。2.8秒台はもう、これは神の領域なんだろうね、きっとね。この村上亮太一人しか叩き出せてない。そしてなんかセシル、猫ニャン。この辺は常連さんですね。村上亮太とかいう、すごいやつが一人いる。そして、まあ、100秒ぐらいが普通。常人では100秒。下に100秒がずらっと並んでる。でもこいつらも、ここに出ているこの連中も多分100秒の連中も、いずれ大人の猛者ばかりだと思うから。さあ、まあ、まずはクリアが目標かな、100秒っていうのはね。そうだと思う。やっていきましょう。散々こう、もったいつけてやっていく。こうだ。あ、なるほど。これはようできとる。これは難しいぞ。これは難しいぞ。めっちゃふにゃふにゃしとるしな。いや。これは奇跡を起こすまで終わらんぞ。よし、オッケー。上はダメ。こっちから打ちたかったんよ。こっちから打ちたかっただけなんよ。いろいろちょっと実験してみましょう。まず、このハンマーは向こう側に行けるのか。いけないね。いけないね。このハンマーが多分、頭に当たったらもうアウトだもん。ね。ほー。じゃあ、こっちに打ったらもう、なかなか難しいね。戻ってこない。左からしか打てない。右にはいけない。ああ、こっちに跳ねたらもう、マウスの追従が切れて、ハンマーがうまいこと動いてくれない。なるほどね。こりゃ2.8秒神の息だわ。これは難しいよ。これは難しいよ。てってってって。違うんだよ。この追従がうまいこと外れない。外れない。かー。まずはじっくり時間外でやってみるか。なるほどね。なるほどね。ああ、なるほどね。ああ、なるほどね。難しいね。一応、下の方の体の方は、上と下の下の方の体の方は浮かせる。いや、あんまりこれ、速さ関係ないな。ああ、関係あるな。どうやったらポンって打てるの？そうだよね。コツを教えてくれ、このゲーム。難しいよ。てってってー、てってってねー。お？クリアしたやんけ。13位。よっと。
イエーイ、クリアー。ということで、クターのだるま落としでした。また次のゲームもやっていくよ。ほな、また。